こ行くの、うん、オンザトップ、あそこの頂上行くの、うん、頑張ろうじゃあ、うん、はい、というわけで今日は今見えている前方に見えている山にハイキングに行ったので、その様子をお伝えしようと思います。皆さんこんにちは。まずはここでもご紹介してるんですけれども、行った山はですね、言えてませんね、読めないんですよ、チェコ語が発音が難しくて、チェスケストジェドホリだと思います。で、私たちは駐車場をちょっと遠くに止めたので、お友達家族と会う駐車場までは、別のルートとなりました。遠いね、遠いね、バイバイ。変わったツリーだね、これ。ウィークエンドハウスか。はい、天気が良かったので、見てください。このグリーンの一面と青空が何とも言えないですよね。で、友達家族と出会う駐車場までもうちょっと歩きます。目指すはあの山のトップです。で、車がたくさん見えてるんですけど、あそこが別の駐車場になりますね。で、ここの道を登っていくと頂上に行く通常のルートになるみたいですね。はい、やっと山登りって感じになってきたんですけど、基本こういった道をずっとアップヒルを登り続けるハイキングになりました。どうでしょう、ボヘミアの、北ボヘミアの森は。こんな感じです。この日は週末ってこともあって、結構ハイキングに来てるご家族たくさんいました。はい、頂上着きました。いかがですか、この絶景を一緒に楽しみましょう。なんとも言えないこのチェコの絶景を、そしてチェコ人といえばビールですね。山の頂上に行ってもビールに並ぶチェコ人。はい、本当に綺麗でした。子供たちもね、たくさんいて、この景色が何とも言えず、で、帰り道も可愛い蜂の掃除さんがいたりして、その辺の写真を撮って降りてきたんですけど、これだけだと物足りなかったみたいで、テプリツェの町に戻って再度、近くの古城までハイキングすることになったんですよね。その時の様子もちょっとだけご紹介したいと思います。ここですね、いつも前の動画でご紹介したこの古城にまたお友達家族とみんなで登りに行ったんですけど、まあこの日はよく歩きました。とにかく何キロだろう、15キロくらいもしかしたら歩いたかもしれないですね、合計で。はい、ここが古城から見た景色になります。で、降りてきて下山途中の池があったんですけど、ここがまた綺麗なチェコ市民の憩いの場となってまして、こんな感じで皆さんゆっくり思い思いに時を過ごしてる、まあ、ゆっくり時間が流れてる感じでしたね。で、この池に住む動物たちをここのサインで紹介してくれてます。で、ちょっと聞いてもらいたいんですけど、多分カエルが求愛してる。はい、というわけでいかがだったでしょうか、本日もご視聴いただきありがとうございました。